あれ、あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったらあんなところで寄り道してたのか。それよりあの女の子は誰かしら。よいか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今どき？くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよバカバカしい。大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ、田舎者が。亮ったらちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ばっちげえよ。くっ、田舎者って失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とかそんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。ひ、んなもん本当にあるのか。あります、ありますとも。ねえ、あなたのお名前は。ミュ。お姉ちゃんは。私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社案内してくれるかな。え、そりゃいいけど。なんだ物好きだな、そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。亮だってあれ苦手じゃない。亮もさ、ついでに見に行かない。きくだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おいガキ、みゆだったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんったら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。大体何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあタクマ、どうする？待ちなさい。ん？どうしたの葵ちゃん。ここから先は落石とかあって危険なのよ。
大人の人の指示がないところに勝手に行っちゃダメよ。もう葵ちゃんは硬いな。硬いんだ。そうそう、カッチコチにね。葵ちゃんは生真面目だからね。な、何を言うの。そんな堅物のままじゃモテないよ。このお姉ちゃんモテてるじゃない。ほら、男の子二人も連れて。あ、そっか。だから。ああ、日頃いじられ慣れてないから葵さんもう真っ赤になってな。大地さん、危険な場所なら侵入禁止になってるでしょ。それにこれだって自由研究の一環じゃない。獣神様の社は別に危険じゃないよ。土砂崩れでそこの道は通れないけど大丈夫なの。うん、その道とは別の道があるんだ。土砂崩れの方角と違うから平気だよ。ですけどそれとこれとは。じゃ、お先にね。亮も何黙ってんのよ。うるせえ。ああ、行っちゃった。結局聞く耳持たずか。もうあんなのほっとこうぜ。葵さんもさ、そんなしょげてても仕方ないだろ。しょげているわけでは。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか誰かの指示があるまで待とう。それかこのまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね、後を追いかけよう。なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それに、なんだかここだけ気温が低いような。背筋が震えるっていうか。ちょっと、変なこと言うのはやめて。まさか、心霊スポット的なあれだったり。やめてってば。そんなことより、二人を探さないとでしょ。サキさんたちいないわね。もっと先に行ったのかしら。おーい。あ、誰か来たぞ。あら、修二さん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルがあったのに。すんません。でも、サキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も年長者としての自覚を持ってほしいものだ。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。でもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろうな。さあ、多分何かの動物なんだろうけど。もう、ミノルくんたら、今日行く予定だった史跡の説明聞いてなかったの？この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから
きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの？嘘だ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物をしたりしてたたりを鎮めようとしたの。きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって、地元のほんの一部の人だけが参拝に来るくらいなのよ。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなくリョウ君にも繋がらない。電波が届かないようだ。そっか、こんな山の中じゃ電波も届いてるか怪しいですもんね。君たち確かにこっちの方向にリョウ君たちが行ったんだよね。それは、はい、間違いないですけど。この辺にはあいつらはいないようだな。神社はもっと先か？地図に載ってないからどこを探していいかわからないわ。仕方ない、とりあえずリョウ君、サキ君たちを拾って早く学校に戻ろう。このトンネルの先だね。よし、行こう。じゃあ一緒にリョウ君とサキ君を連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち確かキャンプの参加者だよな。俺はここら辺に住んでるもので今妹を探しているんだが。妹さんは？ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹はなんていうか小動物っぽいやつだ。人見知りで気弱な感じで守ってあげたいような。そんな女の子は見なかったな。サキたちと一緒にいたミウってことはイメージがだいぶ違うしな。ミュウ、今ミュウって言ったか？おう、
言ったけど。ミユちゃんってあの子よね、猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああそうだ、あったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノルくん失礼よ。いやでもあれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミュウはどこに行ったんだ。ごめんなさい、実は私たちも人を探している途中なの。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ、それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。どうもありがとう。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト、よかったら君たちと同行させてくれないか。目的は一緒のようだしな、いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている、任せてくれ。俺はミノル、そんでこっちがタクマで、こっちがアオイさん。僕は引率のシュージ、よろしく頼むよカイト君。って春だよな。決まってるだろ、今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で春先に雪が降るものなのかな。何を言って。本当だわ、雪。季節外れのなんていうにはちょっと外れすぎだと思うんだよな。確かに。こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。なんかすげえ吹雪いてきたんだけど。寒い。このままここにいては危険だな。僕が見てくるから、みんなは先に帰ってもらえないか。それよりすぐそこのトンネルに入りませんか。これじゃ校舎へ帰り着く前にどうにかなっちゃうかも。確かにそうね、室内じゃないけどこんな場所よりはずっとマシだと思います。それもそうだな。よし、みんなとりあえずトンネルに避難しよう。サキたち、こんなとこ通って行ったのか。このトンネル、今も使われてるの？外からは随分ボロボロに見えたけど。少なくとも俺がこっちに来てからは使われてないな。この先は地元の悪ガキたちだって近寄らねえとこだ。
長いこと人の手が入らなかった場所だぜ。野犬とかイノシシとかマジの獣だって出るかもな。あいつらそんなとこに。ミュウのやつが一緒だったなら気にせず進んだろうな。あいつは慣れてるから。暗くて足元も悪いから慎重に進もう。本当に真っ暗だな。ほとんど前が見えないよ。でもこういうのなんか探検みたいでワクワクしてこない？ほら、遊びじゃないんだぞ。でも確かにこれじゃ危ないな。そうだ、カメラのライトを使えば。うわ、怖え。あ、もうやめてよミノル君。いきなり大声出すなよ。こっちまで驚いたじゃないか。ごめん、でもこんなの見たらさ。これはしめ縄か。こんなところにどうして？もしかしたらここは神聖な場所として祀られているのかもしれない。そういえばさっきあそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていたね。ああ、この村じゃたたりがあるとかって子供たちが遊び半分で入らないように強く言い聞かされてるのさ。あっ、なに、トンネルの入り口から風が。うわ、やばいな。外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。そんなの危ないんじゃないか。急いで神社に行って連れ戻さなきゃ。そうだね、急ごう。あれ、吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのに、どういうことかしら。ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて。そう、秋に咲く花。一体どういうこと？